双子座デルタ星は双子座の高星で4等星。F 型の準拠星で4等級の A 星と K 型主系列星で8等級の B 星による連星系で B 星は a 星から 100AU の距離をおよそ1200年かけて周回している。a 星はさらに分光連星とされるが詳細は分かっていない。1930年にクライドトンボーによって 冥王星が発見されたのはこの星の近くである。王道から南にわずか0.2度しか離れていないため、同じく王道に近いレグルスとこの星とを結ぶ線は、王道がどのあたりを通っているかを確認するのにちょうど良い。学名はデルタ・ジェミノラム。片有名のワサトはアラビア語で中間を意味するワサットから来ている。ワサットは本来、 現在のオリオン座の星々で構成されたアルジャウザーという星座が空の中間にあったことを示す注釈であった。ところが、その注釈が誤って現在の双子座に付けられてしまい、後にこれがラテン語化された際に現在の双子座デルタ星の名前として使われるようになったものである。2016年8月21日、国際天文学連合の構成の固有名に関する、 ワーキンググループは、ワサットを双子座デルタ製の固有名として、正式に承認した。ありがとうございます。